こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。はい、というわけでですね、一周空いてますね。前回武蔵野放熱に完敗でしたね。3位なのか、昨年もうそこまでメンバー的に強いとは思わなかったし、結構疲れも溜まってたんだけど、それでもいいとこなかったですよね。今回は、なおエルドラド欧州ということで、昨年が5位ですか。厳しい戦いになると思いますが、上の選手がそのまま出会えたら本当にやばいよな。次もまた休みなので頑張って戦っていきたいと思います。さあ、まずは練習試合やりましょう。リマッセ大阪、控えを中心に。まだ復活できないんですよね。ヤン、クラリスあたりかな。サツキ、サヨがこうなってんのか。窓からサヨを投入した方がいいですね。みゆき彩香の代わり、みほの代わりリホ、節子もいいですね。萌えの代わりに入れようか、節子。でもカルベンも投入したいんだよな。こんな感じで、キーパーも広岡に変えましょう。そしてエリカという名を入れ替えます。なかなか強い選手だろうな。さあ、試合開始です。やっぱりくるみがいないと苦しいですね。はい。来週には残り1周って書いてたので、来週には戻ってこれるはずです。でも勝たんでいいですからね。公式戦で勝てばいいだけで。スタミナ貯めたいですよね。お、ファールだ。おお、さあ、ペナルティーキックになりそうでしたよね、危うく。おっと、オフサイドか。おっと、真ん中の選手が引いて取ったんですが、蹴った時はまだオフサイドラインを越えてませんでした。それにしても2月はやっぱり寒暖の差が激しいよなと思います。暖かくなることもあるんですが、また寒さ安心して結構早く暖かくなってくれようと思う分、寒さがぶり返す時が辛いですよね。おっと、ピンチ！ピンチ！おぉ、節子が返した。おぉ、今度こそピンチですね。抜けられたが、キーパー前に出てたのか。寒いですよね。結構だから、攻撃陣が前に出てるからな。エリカに渡し、この辺遅いよな、相変わらず。キーパー取りに行きますよね。オサイドか。
あー、エリカ戻っていくんですが、これはオフサイド。前どんどん出てますよね。また北原が、みゆきのやっぱり高さの良さは光りますよね。三角逆サイド、この辺うまい。さあ、ゆうな早いよね。試合終了です。スコアレスドローでした。まあ、なかなか互角の試合できたんじゃないでしょうか。ピッチはこちらの方が多かったんですが、返せてましたしね。一番のピッチってこれだったかなと思います。いますよ、大阪攻撃ばっかりだな。ボールの支配率はこちらの方が高いですね。シュート1本打ててない、相手8本も打たれてますよね。でも決められなかったんで、その辺は良かったかなと思う。おー、くるみが復活。これですね、くるみを本格的に戻したいと思います。そしてジャネットはどうだろう。おー、入団合意。はい、オファー見てみましょう。もうキャッチャーじゃない、キーパーがたくさん訴状に上がってますね。もっと女性選手はいないですね。まだ解雇しませんということで、いい選手ですよね。とジャネットが、まあ、なかなかハートはいいんでね、ちょっとワンポイントとして起用したいとこです。ウホの代わりマナミかな。リオも結構いいんですよね。カルメも起用させてあげたいけどな。あ、こんな感じですね。戦術です。これエルドラド欧州のメンバーですね。さあ、スタジアムに移動しましょう。さあ、相手が上位、しかも欧州ハットスタジアム、相手のホームということで勝率、トトは向こうの方が上となっております。
このままでいいのかとか言われてますよ。これは見返さないとね。さあ、くるみが戻ってきた初めての試合。うまくつなげたいですね。さあ、早くもピンチだ。夏木横っ飛び。さあ、まどかが、と、パイロンが、パンチング。ボールは空中を舞います。まどかが、ナイスまどか。さあ、くるみでしたが、確かに相手のペースですよね。ここら辺も裏書かれてる。これは夏木がうまく取りました。二人がもう上がってきてるっていうのが、そう、ラインもしっかりしてますからね。この辺で、数は同じはずなんですが、より、人数が多いように見えるのは相手のエルダード、欧州です。前に出しました。おっと、ノンホイッスルだ。クライス、一気に緑。さあ、諦めない緑。守備も、大量に戻ってきてるんで、運動量が高いことが伺えます。早くも疲れが出てきている感じです。半分の2しか経ってないのに、まだ。落ち着いてほしい。ワンツー、七個。一対一、先取点。守備が堅い中、少ないチャンスを生かしました。くるみと思いきや、七個が直接決めましたね。さあ、まだ疲れがたまりきってないか。相手は交代をします。最後ナイス。さあ、落ち着いて攻めてほしい。ファールですね。さあ、ジャネットがここで疲れました。早いですね。意外な流れ。カルメンを使いましょう。ジャネットもこの試合所属して初試合ですからね。シュート、直接シュート。さあ、前半試合終了です。さあ、相手の状況を見た方がいいですね。サードはまだまだ強い。ちなみにシュートの本数などは完全に互角です。後半行きましょう。さあ、カルメンからジャネットに交代。ファールですね、さすがにこれは。出ました。コーナーキックになりますか。ナーコ。さあ、クラリスとサヨがここで疲れてきました。サチコを変えよう。迷うけど、ヤンにかけてみましょう。さあ、取ったら緑が
抜けました。この辺のさあくるみが王と復帰戦のくるみ2点目、大きいな2点目です。緑がもう一人で上がっていきます。それとともに横にくるみがクリアパス走力からしっかり決めました。さあ当然相手のあの攻撃も熾烈を極めてくるでしょう。あっとちょっと反応が遅れた、反応しちゃってこれがコーナーキックになります。あー1点返されました。むむですね、ヘディングですね。時短打を振ります。橋場ミッドフィルダーですね。さあ落ち着いてここはボールを渡したい。窓か、うーんともったいない。さあくるみが取りましたね。ちょっとシュートが早い、もうちょっと守ってほしかった。くるみの運動量落ちてる感じですね。裏をかかれたと夏希が反応します。さあこれは遅い、さあ相手どう攻めるか。裏をかかれた、なんか自分で出しますね。これは取られました。さあ深追いしてほしくないところです。前へ出します。一気に時間が過ぎていきます。さあ87分になりましたね。くるみが反応します。くるみが取った。さあヤンが反応した。時間がほとんどもう残ってない。さあラストですね、これで終わるかな。最後のチャンス、試合終了です。勝利です。やはり2点が効きましたね。先制したのはクランカリバーズです。ナーコがニッキャボールが当たって直接決めました。緑ナーコ、緑とが行くと思いきやナーコに渡して、お見事な判断でした。さあくるみこれはロング直接行きます。後半ですね、コーナーキックなどもあったんですが、その後くるみに渡しました。くるみ精一杯の総力して最後、いやミドル気味に決めていきました。あ入ってますね、ペナルティーエリアに。さあここから相手の攻撃がなかなか苛烈になっていきます。横飛び、そしてコーナーキックで橋場が、このミランコのコーナーキックを橋場がヘディングで決めました。ただこちらもですね、結構シュートが雑になってきた、いつもこの癖が出るんですよね。なので相手にボールを渡してしまってチャンスを取られてしまう。ただその後結構悪くはなく、そのままタイムアップ、試合終了です。シュートの数自体は少なかったんですが、勝利をすることができました。さあこれでまだ6位ですね。5勝4敗2引き分け勝ち点17、2位まではこれが5点ですか。
3バルサミコヒラリー獲得できれば嬉しいんですが合意です。さあこれでフトッド資金が残ってない200万ですよね。10選手いませんね。ゴーンというわけで、はい、というわけで今回見事な勝利を得ることができました。次回はですねホルディール浜松戦ですね。かなり疲れ溜まってますよね。もちろん強いチームです。 S が多いですね。まあ6位ということでこの能力の割には低迷してる感じがあるんですが謎なんですが、ミッドフィールダーがちょっと少ない気もしますね。リノが休んでたのも助かった。逆に我々はクルミが戻ってきましたよ。得はできなかったんですが戻ってきて、9得点目を挙げております。緑も 5得点4アシストですね。さあ7個が今回決めました。そして彩香もアシストが多い。エリカも早くゴールを決めてほしいところ。はい、というわけでクルミが戻ってきたのはやっぱり大きくこの試合でも2点目を取ることができましたので、まだまだクルミの貢献度は大きいということが分かりました。ということでこの後も頑張っていきたいなと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ブログツイッターやっております。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。